はい、それでは竜が如く極み2の続きやっていきましょう。一回だけ水商売アイランドでお金を稼いでおきました。所持金が程よく温まったところで、そろそろ蒼天堀は一旦帰りましょう。まあまた来られると思いますしね。一旦カムロ町に戻ってお話し進めましょう。ずっとこっちでねサブだけやってても仕方ないですから。あれか、待たせたな。カムロ町に帰るんだよね。今のうちだよ。でもなんかこういう言われ方をすると、もう二度と蒼天堀来られないけどいいのみたいに言われてるようにも聞こえるんだよな。ま、準備できたって言っとこう。準備はできてる。バッチリだね。まあまた、ゼロの時みたいに直前で、なんというかまた、自由に動けるタイミングが来るんじゃないかなと思いますし。あまり気にせず。お?伊達さんを誘拐しただと。今度は伊達さんかよ。そう興奮なさらずに話を聞いてください。誰?お前何者だ?警視庁公安2課の倉橋です。ああ、てかお前その指輪。公安2課の倉橋。まあ、二十数年前までは倉橋という名前ではなく、ジオンミンと名乗ってましたがね。ジオンミンじゃん。あんたも鎮魂派の生き残りだったのか。ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々ジングオン派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただけますよね。場所は神室町の心臓部。ここはミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。わかった、必ず行く。あ、そうだ、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜ?来ていただければわかります。また急になんか来たな。課長から連絡があって、伊達さんが誘拐されたそうよ。あら、そっちも。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。おお、話来てるのか。何の話だったの?夜明けまでに。ミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。え、また高速で歩くる。龍が如くといえば高速道路で重力線が定番だからな。今に向かってる。おお、びっくりした。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。ここか。てかママもいるのか。しばらくの間オウム連合の動きは不敬で食い止める。できるんか。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。わかった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら、カオルは呪われた血ね。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。お?河原さんも何か訳ありっぽいな。疲れてるんだね。でしょうね。無事に終わる。これ、はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは?私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから、好きとか嫌いとかは関係ないわ。本当に?けど、おじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。そうなの?カオルさんの前では他の人と一緒にいるときとは違うんだもん。おお。どういうふうに?
私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。それは恋愛対象ではなさそうだな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。静かな人けどね、いつもいろんな人が頼ってくるから、うん、おじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。なるほど。そう、はるかちゃんって大人なのね。うん、人をよく見てるな。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。おじさんは聞いてるのかな。どうした？尾行されていたのよ。まあそんなことあると思ったよ。またでっかい車持ってきてよ。そのまま突っ走れ。ん？乗り込む感じ？もしかして乗っちゃった。銃撃戦ではないのか。こいつらの銃借りる感じ。やってやろうじゃねえの。また新しいパターン来たな。人狼派、ついに政治ごと用意してくれとはね。危ないだろうが、これ落っこしたらどうすんの。わちゃら、あーあばばばばばば、こんな金網デスマッチみたいな感じのことをやってる場合じゃないよ。はい、落ちろ。わちゃろー、落ちたー。お、やったか。また来てよ。この車何台あるんだよ。高い車じゃないの？働く車とかじゃないの？わあ、運転技術が半端じゃねえ。よほど信頼しないとこの走り方できません。てか敵多すぎ。ちょっとびっくりするわ。あ、かわいそう。やめてくださいよ。じゃあ一人一人減らしていこう。さよなら。自分の足で50キロ移動。ちょうどいいタイミングでしたね。うん、はい、さよなら。やん、やめろ。いや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 、キリュウのおじさんが落っこちるだろうが。そんなことはさせねえ。あーお、やめて、やめて、おぼぼぼぼ、ぶねえだろうが。はい、一旦でちょうだい。いってらっしゃーい。よい旅よー。よい旅よー。うらー。おい、隠れてんじゃないよ。うん、君だけを普通に倒してやろう。感謝しろ。うん、この車多いな。何台買ってんだよこいつ。強引に奪ったとかなのか。なんていうか足すっごいつきそうだけどこんなの。すいません、ちょっとこのお仕事で使いそうな働くトレーラーみたいなこういうでっかい車を6台ほど欲しいんですけど、どこの会社に注文したんだよ。もうこの会社も絶対におかしいと思わないのか。こんな車なんか普通の人らが買うこと絶対ないのにな。まずい。うん、ガード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 してる場合じゃないか。危なー、危ないだろうがよ。あげる。いやー、ん、あー、かわいそう。でも正直銃ぶっ放されてグタってなって車ごと爆発するよりはまだ生きてるかもしれないと思える終わりな気はする。おじろー、すげー、こんなやつらも一瞬で行っちゃうんだな。まあこいつらが用意した舞台だからね、しっかり活用させてもらおうか。とんでもねえことやってんじゃないよ。 QT ですか。ですよねー。人間一人に対してぶつけるやつじゃない。本当に人間一人に対してぶつけなかったの。うぅ、人間離れしてるなぁとは常日頃思っていたんですが、ついに爆風を利用して車の上に飛び乗ることまでできるようになってしまったんだね。いよいよー。あれ、何、お前この舞台から落ちる気がないだろ。落ちろ。壁扱いになってる。こいつだけは落とせないようになってる。はい、いい加減だじゃ。やっべえ、ちょっと待って、なんでこんな食らうの。恐ろしいことをしてくれがるぜ。
タブネス ZZ できるか？タブネス ZZ と読めばいいのか？相変わらずこの名前に関してはよくわからないけど。ちょっと火力おかしいでしょ。火力おかしいし、一発ですぐ避ける。よいしょ。やったら硬いしよ。やめて。うぅ。ちょっとこいつの火力おかしいよ、もう。前にも似たようなやつと戦ったりだよ。信じがたい火力をしているよ。投げ飛ばしたいんだけどな。くぅ。大攻撃一発で、激しく吹っ飛ばされるのが非常に鬱陶しい。武器を装備するか。武器で何とかなるのか、これ。忍者のドス。鉄槍かな。ふん、ふん。俺ならガードできまい。と思ったら普通に盾で避けてきやがる。縦軸の避け方が上手すぎるんだよ、まあ。おっと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 。体をぐねっとされることが多いよね。こいつに対しては正気発動しないかな。普通に。やめて、もう。だから頭おかしいし、お前のその火力。よいしょ。なんとかなったか。落ちろ。よくやってくれよかったな。なかなか粘ってきやがるな、こいつ。離せい。うん。うぅ。あお。ちょっと、車、跳ねませんでした？いや、まあ、あんだけやられても生きてそうだけどな、あいつは。どんだけ頑丈なんだよって話なんですが。ここって。セレナ。あ、そうか、はるかは。久しぶりだよな。時間がないわ。早く行くわよ。はるかはここで待っていてくれ。気をつけてね、おじさん。大丈夫かな？このアジトも借り付けられてないといいんだけど。倉橋は電話で、私にもミレニアムタワーに来るようにと言ったのよね。理由は来ればわかると。なんだろうね。なんか身内がいるのか。あなたの過去はこんな感じなんですよ、どうみたいなやつを。デカデカと出してくるのか。人言派の血を引いているから？ここで考えていても仕方がないわね。とにかくミレニアムタワーへ急ぎましょう。いりますか。ちょっと体力めっちゃ減ってるし、視界が若干暗くなってね。お腹が空いているね。お腹はあんまり減ってないんだけど、体力はめっちゃ減ってんだよな。お買い物しますか。まだチンピラーに絡まれるだろうなとは思っていましたけどね。たこ焼き食おうよね。チンピラと戦ってもお腹は回復しないから。じゃなくてもいいのにやって。急がないと絡まれるだろう。よし。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。全部食うぜ。何？あの、そうか、体力回復自体はできないのか。体力回復自体はできるんだな。うまい。じゃあちょっと食後の運動もするか。あいつらがまだ追っかけてくるんであればね。さすがにもういないか。あいつたこ焼き食ってやがる。さすがにたこ焼きを食っているあいつには、喧嘩を売ることはできねえな、みたいな。というのがあるのかもしれねえ。なんじゃこれ。めっちゃ包囲されてるんですけど。必ずどこかで敵を倒さないといけないようになってんのか。ちょっと失礼するわよ。え？普通にスルーできましたけど、いいのこれ。これがいい感じに真ん中をくぐり抜けたってことなんでしょうか。で、こいつは誰？なんかミレニアムタワーに人が入っていくのが、を見たんだが、なんかあったんかな。一般人だった。一般サラリーマンおじさんだった。じゃあ俺も入っていくよ。何かあったのかな。何かあるんだよ、これから。たこ焼きだけで体力回復は大丈夫なんだろうかというのもちょっと不安ではありますが、行ってみましょう。行くぜ。相変わらず転勤中のやつ多いんだよな。50階。てか、花屋は大丈夫なのか、これ。ああ！なんてこと！高いだろ、これ、絶対。億単位すると思うんですけど。ようこそ、キリュウさん。花屋、ぶちかまえ。あんたが倉橋。お初か。よせ！ん？あ、伊達さん。あ、みんな捕らえられてる。爆弾が仕掛けられている。なんと。その通り。心中覚悟かよ。これ爆弾なの？あれのやつもいるし。でっかい爆弾だ。赤と青があるし。私をここに呼んだ理由は何なの？
うん、あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。あはは、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。そんな気はないよ。おっと来た、ママもいるし。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの。どういうことなの。クラージー、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずっとマークしてたんだ。なんと。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ、それが人軍派の掟だ。おう。はい、撃たな。何が鉄の掟だ。守ってないじゃない、あんた。村井を覚えてんだろ。韓国名はパクフェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えれば人間として当然のことだ。そこまでやってたんか。それを鉄の掟のために復讐だと。そんなことは俺が許さねえ。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだよ。デジン、誰だ。やめろ。お前は引っ込んでろ。ここで蹴りをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。待って。やっぱそういうことなの。娘って誰のこと。まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。あなたが私の父親なの。違う、こっちへ来んな。やばい。パパ。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついて、であんたが生まれた。カワラさん、あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。ちょっと、なんでそんなに撃つの。カワラさん。カワラさん。カワラ、俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は逆らう身だな。人言派の掟に背くのか。人言派になった声はないよ。私にはそんな掟は関係ないわ。そうだそうだ。それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。何か、まずい。さすがの危険だ。逃げるんか。もうこの町を人言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる。面白い。いっぱい来たよ。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。来たか、人号は倉橋。周りから潰したいんだけど、黒服が強いからな。みんなうまいことやれるかな。やめて、危ないでしょうかよ。まずは一旦こいつらを減らさないとな。撃って、危ない。やめてください、クラシさん。いや、お前撃ってるし、お前なんか頭撃ってなかった。まあ、キルちゃん今は平気なんでしょうけど、平気じゃないと思うんだけど、なぜか耐えていい。痛いの耐え忍んでいるのかもしれない。え、
ちょっと待って、今食らってなかった。何？避けられてないの？これ。勘弁してきれ。おう。これは、飲まなくてはな。おほう。へい。とりあえずカウンターで一人。てか、早くしないと。うん。河原さんも大変なことになっちゃう。やめて、もう。今のおい来たぞ。カウンター銃撃とか、やってくれるんじゃない。てか、銃持ちなのに硬いとか、鬱陶しすぎるだろ。やめて、ってぐっ。くそー、こいつを、肉盾にしたかったのにな。そういうわけにいかんか。危ねえ。いった。危なとりあえずこいつを倒して。危なっ。痛いよ。こいつカウンターがずるい。危ねえ。一発殴ってから。ふんふん。危ねえ。殴って、あん、このカウンター蹴りが痛すぎるんだけど。でもこいつがこのカウンター状態をしてくるのかどうかがわかんねえから。非常に厄介。うん、ダフネスダブルゼータがたくさんあるから、これでなんとかするしかないか。ふんふん。やってくれるじゃねえか。クラッシュ。お前、やたらケージがあんな。この日に備えて、体力をつけてきたのか。危ねえ。お前。いった。だから頭打つんじゃない、お前。なに？あぶねえ。おう、うん。お腹めっちゃ撃たれてるけど。痛い。顔面ガードしてんのに、腹撃ってくる、足撃ってくるとか、最低なやつだぜ。全然銃離さないしな、こいつ。もう少し、しっかりタメを使ってから撃ってくんないかな。なんかスッて撃ってくるの、ほんときついんだけど。避けるのが早すぎ。うん。くう、受け身取られたか。ちょっと銃のせいで火力が無駄に高いのが鬱陶しい、こいつ。一応、回避スッとは避けられるんだけど、無駄に耐久が硬いから、なかなか厳しいよね。よし、一発入ったぞ。ええの入ったね。何よ、この膠着状態。いった！もう、これ、嫌い。スライドしてしゃがみ打ちしてくんの、ほんと。これ、これほんまうざい。余計言わないじゃねえか、こんなもん。てか、お前の銃は何発あんだよ。許しがたいね。お、来た。うわー、破壊してやる。お前の脳みそを、えぐり出してやるぜ。この恨み、腹さでは置くべきか。復讐が生きがいだと言ったな、俺もだぜ。はぁー。こんだけやっても、まだ起き上がって喋るんだろうな、こいつは。どういう体の構造してんだか、本当に。なんとか救出は成功か。問題は爆弾だよな。動いたら撃つわ。いや、もう撃っていいと思います。何？ああ、そっちにも思ってたの。うーん、河原さーん。やっと消えたん、弾。あと一発早ければ。これ、河原さんは厳しいか。すごい痩せだ。こんだけ撃たれると厳しいか。ありがとう。初めてだな。父親らしいことができたのは。まだこれからだろう。父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。おじま、あ、アイナちょいてもちょ、やめろ。この子がカオルではないのか。オープニングのあれだね。何の罪もねえ子、
死なせちゃいけねえだろ。この子は誰なんだ。スヨンがカムル城にいたら危険だと思った俺は、別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、 あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？手放した？どういうこと？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、ヌン、お前が生まれた。悲しいなこれは。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへはいけない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って、お父ちゃんがいない間元気に育って、帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。仲間を撃ったってやつか。本国から送り込まれた人軍派の構成員だ。それから俺は日本にいる人軍派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人軍派だ。殺されたスヨンの復讐か。それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンは人工派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかったけど、時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。おう、クマ。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。何の話だったんだろうな。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？そっちが心配なんだよな。それは俺の口からは言えん。知ってんのか？いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は人軍派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、うん、お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで
笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。うう、医者が間に合う場所ではなかったか。14章、合流会登場。怒涛だな、もう。釣りから釣りへと。悲しみに慕っている暇もないと。結局はここに戻っちまったか。あのよ、あれ制服は？ああ、そうだな。俺らは、他人様を見下ろす高い場所よりも、こういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ねん。ほんの少しだったけど、父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね。それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。うん。26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。もしかしてというのがいるんだけど。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。あのネズミ男みたいな顔したやつな。また人王派が仕掛けてくる可能性は高いな。まだ潰れてないんか、あっちも。こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。なんだこれ。倉橋が持っていたものだ。おう、警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、警察も一応来たんだな。あそこ彼女なら解析できるかもしれん。なるほど。カオルさんにお願いするか。出た。分かった。こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。これ誰だろう。じゃあ近江の重鎮、合流会の人か。道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町振興は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会が楔を打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本物の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。親父ね。うわぁ、同じ車ばっかりだ。この車種は好きなんですか。ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。誰だ？リュウジじゃないよな、今の声。微妙に違う。失礼します。高島だっけ。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。こっちはこっちで動いてんのか。合流会のために動いてるわけじゃないよな、こいつは。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。
出起きとな。オウミの動きも気になるな。ではもう一夜明けたから明日だよな、多分。ダメね。ダメか。ダメなの？このマシンじゃパスワードが解析できないの。マシンパワーの問題？ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。アプリの問題？仕方ないわね。あ、どこ行くの？ってことは、なんだ？本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。そこまで行っちゃうの？警視庁の？ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。戻るの？そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするか。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。生きるんか。まあそうだけど。キルちゃんと離れ離れになるのが嫌なのか。どうしたの？何か二人だけのアイコンタクトがありましたが。サイマンの様子が変だったな。何かあったんだろうか。よくわかんないな。サイマンを探せ。探さないといけないの？もう大阪帰ったわけじゃないのか。直行したわけじゃないと。なるほどね。いやー、なんというか、サイマンさんのことを見ていた、河原さんのね、一番最初に、どこだったっけ、病院運ばれた時の、あの雰囲気からして怪しいなと思っていましたが、やはりそうだったか。さあ、しかし、佐山さんは、なんだろうな、河原さんのこと思ってんのかな。彼女どこへ行った？さっき外へ出て行きよったやで。浮かない顔しよったけど、なんか何かあったん？いや。そうか。やっぱりあの子も疲れとるんかな。それはそうだろうけどな、こんなことに巻き込まれ続けて。あの子探してちょっと話向きでやってくれへんか？もちろんですもん。自分の思ってること話すだけでも相当気が楽になると思うよ。あんたにしか言えへんこともあるやろしな。何？なんか察してるな。大丈夫？キユちゃんと関わる人な。なんか割と死ぬから、もうこの時点でフラグ立ってるような気がしてならんのだが。不安です。そしてまたチンピラがいる。どうしてくれんね。お、セレナまで行くのか。なるほどねー。まあ、とりあえず、今の気分的にはちょっともう、セレナ直行するかな。セレナ直行、話を聞いて。一旦なんかな、このモヤモヤっとした感じが落ち着いてから、サブやるんだったらサブへって感じにしたいかな。あ、ここも、こういう通りのど真ん中まで運んでくれるようになったんだな。なんというか、端っこの方でしか止まってくれないもんだと思ってたわ。便利になったな。で、ここから、セレナに、参りましょう。セレナで何かを考えている？また二人で話すかい？あ、あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。キリちゃんのお店ではないけどな、今。てか、誰が所有してんだろうな、今、ここ。あれ？もともと席一つ離して座ってたっけ？どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう。関西に帰るのか。ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。
ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。そこを気にしてるのか。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが初めて。そう思った。あれだけ知りたかった私の過去。ああ。どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも、あなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でも、もうやるしかないのよね。お、キリュウちゃん大丈夫だよ。お、え、あら、あら、情熱的な。強引な人ですね。やっぱそういうことなの？どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから、何があっても帰ってこい。この町に。なの？キルちゃんの好きな人っていうのはガチだったな。じゃあ一旦大阪に戻るわね。あのディスクを解析してみるわ。いい結果が出てくるといいんですけど。問題なく解析できる。まあマシンパワーも十分でしょうしね。どんな内容なのかはわからないけれど、何なんだろうな。人言派のデータか。あるいはこれから何をやろうとしているのかがわかるとかだったりするんだろうか。ねえ、うん、その気だ。何？ん？なんかフラグ立てようとしない？ありがとう。ちょっと怖いな。それじゃあ行くわね。一言お礼を言うというのもちょっと怖いよ。音電話だ。何？いいとこだったんだけど。お、伊達さん。ん？何かあったのか？塚本から連絡あったのが、和樹の意識が戻ったらしい。お！何？よかったな、無事だったか。なんかすっかり忘れてたけどな。そういえば銃で撃たれてましたね。カズキがおかしなことを言っている。え？何？爆弾関連の話らしい。俺は病院に向かう。ああ。カズキ。カズキね。そういえばカズキ怪しいって言い出したのって倉橋だったよな。もしかして一方的に巻き込まれてた？あれ。どうなんだ？結局カズキが、その、本名が別にあるよっていうのは、あれどういう話だったんだろう。そして和樹と全く同じ顔をしていたあいつは一体何者だったんだ結局。あれも人言派だったのか。そのあたりまだわからないことが多いが。ここか。この隣だ、隣だったね。スパンキー。ここが、おう、塚本委員か。おう、和樹。肩いいな。和樹。キリュウさん、すいません、お呼び立てして。いいんだよ。いや、それより体の方は大丈夫なのか。本当だよ。まだ一週間も経ってなくない？もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな、こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から
救い出してくれたんですから。お？どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も監禁？じゃあ店にいた和樹さんは何かあってたの？ あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。もう一人の僕。最初は俺も信じられなかったよ。顔そっくりだったよな。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。キャスティングされてきたの？顔変えてきたの？その男は韓国人でした。人言派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。とんでもない目にあったな。お前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。何？なんだ。監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ。カムロ町破壊計画。爆弾は一個じゃない。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。うそ。奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数は分かります。いくつだ？連中は言ってました。26年前殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。何だっけ。確か例の事件で死んだ人間は33人だ。33個。爆弾は全部で33個。多いな。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると残りは31個だ。本当に？俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても確かに専門知識がなきゃ処理することはできんからな。結局爆発させて処理するわけにはいかんもんな。うん、こればっかりはキルちゃんにはどうにもできないな。爆弾があったぞ。俺が破壊する。やめろ。とんでもないことになりかねないからな。ん？登場会本部。どうして？交流会が総力を挙げてこの街に乗り込んでくる。あ、今夜？何？マジか。本当か？ええ。だからそれに対抗するために登場会の協力を仰ぎたいんだ。いけるかな？というか、大悟は結局もう帰ってきたんだよな？どうすんだろうな？五代目になってくれるんかな？そこからカリスマ発揮してまとめ上げてくれれば、なんとか力を一つに束ねてやれなくもないかな。あいつらにこの街を好き勝手にさせるわけにはいかない。爆処理の要請の方は俺に任せろ。それはもう元警察官だしな。伊達さんにお願いするのが一番でしょう。キリュウちゃんはキリュウちゃんで自分のできることをやると。なるほどね。なんというか、一刻の猶予もないというか、こう、ちょっとサブイベントで、のほほんと、誰かの悩みを解決しますねっていうタイミングではねえな。このやり残したことはないっていうのはこういうことだったのかもしれねえな。とにかく登場会へ行くぜ。大悟は今どうなのかも気になりますしね。めっちゃ遠くから睨まれたんですけど、特に何もないですし、誰にガンつけられたのかもわからないぐらいの距離だったんで無視します。登場会。姉さんの心の傷は癒えたかどうかも気になるしな。とりあえず様子を見に行きましょうか。柏木さんは達者かな。もう一回言いましょう。はい、もう一回言いましょう。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。このタクシーのうんちゃんもな、搭乗会議の目の前で降ろしてくれって言われるのはちょっと怖そうだけどな。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。大吾もいるね。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、本当だよ、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。そのことすっかり忘れてたな。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神村町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。300人？柏木さん、それは絶対足らんよな。その300人
俺に預けてくれ。お、ああ、すぐに招集をかける。信頼されてるな。大吾、搭乗会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田龍二のようなやつに好きにさせたくねえんだ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前覚悟を決めたな。おお、眉間のシワがより濃くなったね。あー、この風がこの綺麗な感覚で走ってくるの、なんかすごい運転技術を感じるな。とんでもないですよ、もうこれ。おお、てか背中消耗しょってんだんだな。聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会のカムロ町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。生きるか。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。これは花屋か。どうしたんだ。伊達さんからだ。伊達さんか。何か問題があったらしい。え、爆処理を動かせなかったか。どうすんのよ、爆弾は警察に任せないといけないのに。最後からは行こう。伊達さんが待ってる。伊達さんの言ってた問題って爆弾に関することなのか。わからんな。仮にそうだったとして、キルちゃんたちにはどうにもできないけどな。大吾、まあ今はまだなんというかぎこちない部分もあるかもしれないが、あれだけの単価を切ったんだからきっとまとめ上げてくれるでしょうね。行きましょう。この地下でいいのかな。すげえ、すげえ。普通に走って向かおうとすると結構遠いな。てか、お前は。キリュウさん。ジャイア30周やり合ってるみたいですね。そんなのもあったな。全然手つきてないけど。水臭いっすよ。俺に声かけないなんて。ブラックサンダーの剣。まだ余裕ができてませんでしたよね。おお、ごめんな。ちょっとボタン連打しちゃったん。消えたし。まあ、あいつにも力を借りることはあるかもしれませんが。まだ一旦こっち行きましょう。どのタイミングで落ち着くかな。またカムロ町で落ち着いてきたら、マジマ建設にも手をつけていきたいところかな。へいさ、おいさ。マジマ建設うまいこと進んだらどんどんカムロ町ヒルズ出来上がっていくとかないかな。そういうのあるんだったらな。より見てみたいところもありますが。来たで。何があったんだ。だいぶ遠かったよ。警視庁は今回の一件動かないようだ。やってくれからな。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。無理やりな。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。まあ確かにな。とはいえだよ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。うん。それじゃあ、カムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。え、どうすんの。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。え、いけんの。合流会はどうする。俺が相手になる。いや、一人でか。この広いカムロ町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。頼もしいか。しかし31個か、
せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。ないのか。あ、この声は、まさかちゃんと整備していたのか。兄さん、そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、キリュウちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ、邪魔や、どけどけ。何の話？何？ありゃ？ん？おかしくなったのか？どうしたんだ？もともとおかしいと思っていたが。システムが必要や言うたやろうが。姉も困惑してんじゃん。なんで動かへんねや。おいおい、大丈夫か。動けやこら、動けやこのボケ。うわ、動くんかい。お兄さん、機械は全部叩いたら動くと思ってんな。ここはこんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。その割に起動の仕方はだいぶ雑だったな。ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで、伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、うん、クライマックスが近づいてきたな。出る。こっちはこっちでまた電話来て忙しいしよ。これ誰だろうな、伊達さんじゃないしな。佐山さんかな。ん、と、戸部です。ん、マスターか。どうした、オミレンゴの連中が。何、交流会。キルさんはいるかって言って襲って襲われて、わあ。ねむ、一旦キルちゃんのことを撃った罰が当たったか。そういう問題でもねえけどな。助けに行かなくちゃ。仲間の元へ急ぐ。マスターのこと仲間と思っているんだね、キルちゃん。いや、俺だったらもう信頼地の底だから。まあさ、やられてんな。ちょっとサブクエストでもやりながらゆっくり行くかっていうところだったけど、キユちゃんが急ぎたいというのであれば、急いで行くことも辞さないよ。なんですが、なかなかいい時間になってきたんだよな。また電話？今度は別の人か？それともマスターがボコボコにされている最中？ん？塚本？どうした？何かあったのか？急に合流会とかいう連中がやってきて病室をめちゃくちゃに。おい！何をする気だ？やめ、ああ、くぅ、もう起きているのか。関係のない人たちもあって。いや、キルちゃんと関わりがあったということを、なんというか、調べてきたのか？そこまでではないのか。本当に手当たり次第に手を出しているから。その中でキルちゃんと関係のあった人たちまで、この手が伸びてしまっている的な。もう次から次へと。ほんと手当たり次第だな、合流会は。ここで来て合流会じゃないことはないよな。ゆうや、ゆうやか。たった今合流会の奴らが。うわぁ。おい。ゆうや、大丈夫なのか。ここは俺らが対応しておりますから。キユさんは他の奴らも。後で向かう。街の至るところで合流会に暴れられてるから、それを全部キユちゃんで対応するってことか。大変だぞ。もう本当に、このカムロ町の隅から隅まで行かないといけないな。誰？これは情報屋？あ、田村か。あれ、田村ってこんなにスタイリッシュなメガネかけてたっけ？なんか胸元も開いてるし。どうした？突然いろんなところにゴールギー会の奴らが攻めてきて、カモリちょうど暴れてるんです。そうか。バンタムのマスターからもさっきゴールギー会が来たと電話があったんだ。早く行ってください。このままじゃ。わかってる。この状況で、警察が動けないっていうのも恐ろしいけどな。まあ、同時多発的に来られたら正直人手足らないだろうしな。無理あるでしょうし、警察動けたところで、みたいなところあるよね。
そこは登場会が頑張らなくちゃいけないところっていうわけなんですねといったところで、今回ここまでにしておきましょうか。仲間の元へ急ぐ。ちなみにマップ的には、おお、バンタムとここは塚本委員だね。とりあえず今はこの二つがピンチっていうことで、他にもまだまだ来るかな。戦いの準備をしておいた方がいいかもしれませんね。よし、それではとりあえず今回はここまでにいたしましょう。次回登場会登場を、登場会じゃねえや、合流会登場を食い止めましょう。ありがとうございました。